前の試合は引き分けて勝ち点1となりました。この試合は勝ち点3が欲しいでしょう。キックオフです。ちょっと危険なプレーでした。フリーキック。壁が前進したように見えますが、審判、壁の動きを見逃しません。イエローカードが出されました。ディフェンダーはボールからおよそ9メートル以内に近づいてはいけません。止める。止めます。コーナーキックになりました。いいシュートでしたが、ここはゴールキーパーを褒めるべきですね。前方に運びました。これは来た。副審がコーナーフラッグを指します。タイミングとしてはいいタイミングですね。あとちょっとですよ。頭を使います。転がる。ボールをダッシュ。寄せが早い。岡崎慎司。うまくボールを奪い、相手のプレッシャーを弱めました。D。ここでスローイン。アルハブシ。ボールを運びゴールに襲いかかります。ラムゼ。キムナミル。これはもったいない。ボールを失いました。ホンダ。キーパーにボールが収まります。パクチョン。クロス来た。これはクロスがよくありません。ディフェンダーがインターセプト。パクチョン。もったいない形でボールを渡してしまいました。ピンク。どうなる。シュートはポスト。フィンク。ホンダ。フィンク。
岡崎慎司。ボール本田圭佑、ゴールだ。決してパワフルというわけではないのですが、落ち着いて冷静に決めますね、堀池さん。そうなんですよ。この場面でこれだけ冷静になれる選手はそういないですよ。キム・ナミル、ここで攻守が入れ替わります。フィンク、岡崎慎司、ラムゼ、ここは押し出します。このボールはスローイン。ピンク、果敢に仕掛けてボールを奪いました。これはレフリーが避けきれません。ラムゼ、いい形でゴール前まで持ってきました。本田圭佑、キーパーが取ります。パクチュヨン、本田圭佑、中に人は、このボールはディフェンスが処理します。スコアは1対0。ここでハーフタイムを迎えます。ハーフタイムに入りました。解説の堀池さん、前半はいかがでしたでしょうか。はい、西岡さん、チーム力を考えればよく戦っていると思いますよ。試合の流れ次第ではいい結果が期待できますよ。後半はどのような試合になるでしょうか。さあ、キックオフです。ボールをキープできるか。フィンク、パクチュヨン、これは残念、ボールを手放してしまいました。パクチュヨン、ボールをカット、ポジション取りがうまかったですね。
裏に抜けるプレーが彼の持ち味ですが、ちょっとタイミングが合いませんでした。うまくつないでいましたが、ここでボールを失いました。打った、このシュートを弾いた。さあスローインでの再開です。主審はファールを取ります。ラムゼイ、今のが決まれば同点でした。これはもったいない。ラムゼイ、さあスタジアムのテンションが上がります。ここでシュート、これで同点とはいきませんでした。コーナーキックで続きます。素晴らしいシュートだ。キーパー弾く。どういったボールで来るのでしょうか。ボールはキーパーに収まります。ボールを運びゴールに襲いかかります。本田、キムナミル、中はどうだ。中にボールが入る。一旦ボールを蹴り出します。本田、キーパーにバックパスです。キムナミリ、フリーキックの判定です。ここはファールを取りました。フィンク、ミッドフィールドでボールを取りました。ラムゼイ、本田、シュート、ボールはバーのはるか上。ラムゼイ、いい連携です。シュート、キーパー反応した。ボールを弾く。どこに合わせてくるでしょうか。ここで大きく前に出します。残り時間はわずかですが、まだまだ勝負の行方は分かりません。本田、さあ突破しましたよ。狙っていった、惜しくも外れました。ここで突き放すことはできません。こういう時間にしっかり決められると試合が楽になるんですけどね。まあ外すつもりで打っているわけではありませんので責められませんが、
堀池さん、自分の声すら聞こえない大声援、観客もこのプレーが試合の行方を左右することを感じ取っているようですね。そうですね、試合を決めるゴールを期待しているのでしょう。ジャンプでかわします。入るか、シュートは外れていきました。追加点なりません。決めておきたかった場面ですね。体を当てて取る、奪った。試合終了のホイッスルが吹かれました。クラブはシーズン終盤まで栄光を夢見て戦ってきました。次のシーズンは残留だけでは満足できないでしょう。もっと上狙いたいですね。